今僕ヨドバシ梅田にいるんですけど、前もね一回撮ったことありますよね。まあ今日はね畑俊さんと来てるんですね。でね、あの畑俊さんはね今これイヤホンヘッドホンコーナーに来たんですけどね、畑俊さんはあのドスコイがずっと欲しい欲しいって言って全く買ってないエアポッツプロをね持ってるんですね。ね、畑俊さん持ってるんですよね。持ってますね。エアポッツプロなんかすごくいいんですよねやっぱり、はい、あの騒音カットとかで、何も心地よくできるんですか。そうですね、全部あの嫌な雑音とか、うん、例えば車の音とか、うん、全部カットしてくれるんで。で畑俊さん結構そういう、まあ、雑音で気が散ってしまうタイプというか。そうですね、雑音があるとね、うん、集中できないんでね。ああやっぱり静かな感じで。そうですね。ああちょっと今日ねこれね、これ Bluetooth って書いてるけど、まあ、イヤホンがいっぱいね置いてあるのちょっとね見ていきましょうかね。あ、いきなり、これ違うか。これ違いますね、なんか白いケースで。でもあれですよね、AirPods Pro 似たやつって結構あるんですよね。結構あるんですよ。でなんか AirPods Pro より安くて同じような機能っていうのが結構あるとは聞きますけど、やっぱり AirPods Pro が。あ、これと結構いいですよ、ソニーの。あ、なんかいろいろ持ってるんですか。いや、僕持ってないですけど、うん、これと AirPods Pro と迷ったんですけど、ノイズキャンセリング機能がすごく効いてるらしいんで。あ、これも AirPods Pro も同じぐらい。こっちの方が、まあ多分こっちの方がいいんじゃないですかね。で、値段が安い。そうですね、24,000円。あ、ただこれ緊急大特価って書いてますけどね。これもいいですし、AirPods Pro も探しに行きますよね。あ、そうですね、どこにあるんですか。どこかな、どこかな、これテレワークやスレテレスタディワイヤレスで便利ですか。ブルートゥースイヤホンなんですね。テレスタディって言うんですね、学校のなんかねえ、言う、そんなん言います。テレスタディ今初めて聞きましたよ。畑俊さんは初めてじゃないですか、テレスタディ聞いたことない。テレワークしか聞いたことない。そうですね、あ、遠隔授業とかズーム授業とか聞いたことありますけどね、テレスタディは、テレスタディが結びつかないですけどね。AirPods Pro がないですけど。ないですね。まあ、これはヘッドホンか。畑俊さんはヘッドホンとイヤホンどっちが好きですか。イヤホンが好きですよ、ね。これヘッドホンはね、メガネよくかけてると、なんか干渉するというか痛くなるんですよね。なるほどね。メガネかけてる人特有のあれですね。そうなんですよ。ね、このね、AirPods Pro の場所を確認せずにこうね。そう、始めてしまった。やっぱり AirPods Pro も Apple のところに置いてあるのかな。あのヨドバシってね、アップルコーナーありますもんね。そこにあるんだわ、多分。もうこんなとこに置かなくたって売れるんだみたいな感じかもしれないですね。で普通だったらね、あのイヤホンコーナーにね、一緒に置こうと思うじゃないですか。ね、でもやっぱアップルはね、違うんですね。もう他と一緒にすんなって感じなんですね。同じこと2回言いましたけどね。あると思うんですけどね。ね、ありそうですけど、まあ、もう今回もうないまま終わりかな。もう終わりかな。ね、まあなくてもいいですけどね。このね、ゼンハイザーってドイツのメーカーの。そうそう、ゼンハイザー。これね、高いんですけどめっちゃいいらしいんですよ。へえ。34,700円。これね、うん、ガジェット系の YouTuber とかよく紹介してたんですけど。へえ。なんかね、これノイズキャンセリングがすごくて、あとワイヤレスイヤホン、完全独立型ワイヤレスイヤホンの中では一番音質がいいらしいんですよ。へえ。37,000円か。あ、じゃあ SF におすすめとかある SF の、あ、あの、ど、あの、映画とか見るときですかね。ですかね。へぇ、じゃあ、AirPods よりむしろこっちの方がいいかも、っていうぐらい。すごさん、これどれですか、どうですか、これ。買いません、これ。37,000円。うわぁ、どうしようかな。ロト6当たったら。ロト6を買いで。ロト6ね。からですね。そうですね。ちょっとね。あとあの、何次出したメインのチャンネル動画が100万再生とか言ったら、もうすぐもう、間違い、そしたらこれ4つぐらい買いますよ。そう迷わず買いますよ。100万回ぐらいに行ったらね、なかなかね、今1万回もいかないですからね。まあまあそんな感じかな。で、まあイヤホンはないですね。じゃあちょっと歩きましょう。あ、AirPods、iPod コーナーあった。すごい、見て見て。これ今カメラ変えれたらいいんですけど、ちょっと変えれないからちょっとやらないですけど、あの見て見て、ほら AirPods コーナーあった。すごいわ、独立してました。あら、すごいな。これ一つのジャンルですよね。ジャンルになってんですね。へえ。あ、これがね、あ、3万円。さっきより若干安い。さっきのね、全然なんとかってこれね、在庫ありますよ、ことでね。
本当5パーツつきますよ、ほら。5パーツつくの、あ、どうしようかな。うん、で、やっぱりね、再生数が押しておりますのでね。で、これ、AirPods Pro の、あ、音質がなんか若干悪いっていうふうに聞いてる人がいましたと。AirPods Pro は、音質が結構普通なんですよ、ぶっちゃけ。あ、そうですね。取り回しが良かったりするっていうだけで、うん、さっきのすごい音質が良かったら、ソニーのイヤホンがこれなんですよ。なるほどね。あ、音質こっちの方がいい、いいと。ノイキャンもこっちの方がいいと。僕の予想は、うん、あのソニーが、うん、ヨドバシに、うん、お金払ってます、これ払ってるんです。これ絶対そういうやつですよね。あ、そうですね。あ、音質もそんな変わらないんですかね。あ、音質でもこれいいのかな。いいと思うんですけど。あ、ノイズキャンセリングがそんなに実際変わらないって感じが。AirPods も買ってないじゃないですか、これ。AirPods Pro は何一つ買ってないんで。そうですね。これ全部こっち星が多いんで。はいはいはい。裏があるんじゃないかな。裏が、そうですね。さすが私たちそういうことも分かるんですね。もうドスコイだったらね、もうこんなのもあ、そうなんだ、じゃあこっちにしよう、 AirPods こっちの方がいいんだってなってますよ。僕の憶測なんで、憶測で、まあ憶測で適当に言ってるんで、まあ、ね、あの居酒屋の中喋ってるのと同じようなことですよね。まあ半分冗談が入っております。冗談です、うん。で、今7分10分、あともうちょっと喋りたいですけどね。これ何、これ、 AirPods、 あ、ケースこれ AirPods Pro はね、こうなくすんですね。畑下さんもなくしたことないですか？あります。あ、めっちゃ探してポケットまで行きましたね。あ、ポケットまで行きました。どこでなくしたっていうか、家で、なんか家でなくして、うん、探しなくったら、うん、洗濯直前の、うん、ズボンのポケットから出てきました。余分なかったですね。だって AirPods Pro って洗濯したら壊れるでしょ。壊れますね、確実に。あの、一応、防水ではない。ないんです、多分防水じゃないんで。あ、カルディがついてるやつを買った方がいいんですよ、ね。あ、そうなんですね。これでも落ちないっていうか。これをつけた方がいいと思うんで。ああ。じゃあちょっとお買い上げということでね。あれ、あの AirPods Pro 持ってないのに2400円。AirPods Pro も買うんですよ。じゃあもう3万、いきなり3万円。もう2021年始まってすぐにもういきなり散財。あの今日ね、あのエコマートでね、あのエルミさんのね、エコマートでね、まあ、あんまり物出すのあれですけど、いっぱい、まあ、こういうのいっぱいもらったのでね、うん、まあ、これで我慢しようかな。エアポッドとエアポッドプロとグリーンカレーまた違いますけど、これ9円だったんですよ。9円。いや、これね、いいでしょうね。はい、ってことでね、結局 AirPods Pro 買いませんでしたけども、うん、皆さんもあの、何、ヨドバシね、梅田ね、来てくださいね。こうやってもう AirPods Pro が一つのなんかもうジャンルに置いてありますからね、うん、楽しかったですね、今日。私など今日ね、ずっとこの、梅田、ヨドバシ梅田をこうね、うろうろ歩き回って、おしゃべりしながらね、うろうろしたんですよ。うん、で、畑島さん側でもね、動画出ますからね。うん、ちなみにこのヨドバシカメラの撮影 OK らしいので、それ撮ってみます。はい、じゃあ、裏ドスコ見てもらって、ありがとうございます。あと、畑島さんのね、チャンネルもね、見てみてくださいね。概要欄載せておきますからね。さようなら。さようなら。